続きましてですね、輸出塾を通じた輸出の取り組みについて、第1期ですね、輸出塾、こちらの方に参加していただいていた、島から食品の長島様ですね、からご登壇をいただきます。島から食品様ですね、沖縄県の宮古島の食材を使用した万能タレの製造、販売を行っております。輸出に関しては、沖縄の商社である木里様と GFP でですね、こちらの、塾でマッチングをしまして、台湾へ輸出するなど、促進をしております。引き続きですね、コメントも募集しておりますので、どんどんと書き込みをいただければと思います。長島様、よろしいでしょうか。お願いいたします。私が宮古島という沖縄の小さな島の中で食品を作っております、島から食品の中島と申します。今日はよろしくお願いいたします。私は第1期の輸出塾の塾生をやって、塾でいろいろ勉強させていただいて、それで輸出につながることができたという。塾、卒塾したものです。よろしくお願いいたします。私のところではですね、宮古島の食材、一次農産品を使った食材を、加工することによって、宮古島をこう盛り上げていこうという大きなこの目標のもとで、加工生産を行っております。地元のですね、ホテルの PB 商品、お土産ですけれども、そういったものも、作りながらやっております。私どもで作っております、ブシテリタレと言いますけれども、こちらの、商品の特徴といたしまして、輸出に向けた、ことですが、健康志向、ニーズへの対応ということで、脂肪がゼロ、そして強い香味野菜を使わずに、コクとかうまみを十分に感じられるような食品を、作り上げました。で、こちらの商品なんですけれども、万能だれとして、日本のマヨネーズっていう言い方をしてやっておりますが、アメリカに輸出したいということで、いろいろな方と、相談した結果、魚のタレとして売っていった方がいいんじゃないかって言われまして、漬け込む手間がいらない。そんで、バーベキューなのにそのままもう焼いて食べることができる、アメリカ人にとっては一番いい調理方法ではないかということで、そういったところを PR しながら、商談などをさせていただいております。で、台湾向けの、輸出も、こういろんな資金を考えながら、させていただいております。生産ストーリーとしまして、先ほども申しましたが、地元産、宮古島産のものをなるべく取り入れて作っていきたいということでやっておりまして、先日、2週間ほど前ですけれども、伊藤フェア2021で、優良特産品の優秀賞を受賞させていただきました。輸出に向けた取り組みとしまして、いろいろ生産体制大変なんですけれども、宮古島で小さな加工所なので大きなことはできないですが、やっております。ただその中で、やっぱり今、宮古島の法被を着て話しておりますが、宮古島のブランドを上げていこうということで、今、宮古島市の方からですね、そういったことができないかっていう相談も受けて、もっと宮古島を盛り上げれるような商品を作っていこうということで、計画をしております。今ですね、皆さん、この塾に、関わっている方はみんな思うと思うんですけれども、食品安全に関連するもの、こちらのものっていうのはものすごく大変なことで、
私もこのペーパーワークに関してはすごく大変な思いをしながらやっておりました。でその中で、やはり GFP の方たちとかジェトロさんの応援とかっていうものをもう取り入れて、そして、今専門家と相談しながら、やっております。でもう一つですけれども、ジェトロさんがやっているショールームサンプル展示&オンライン商談会2021 USA ですね、こちらの方に、採択されまして、前回商品を送ることができました。で今は商談を待っているような状態です。それからですね、沖縄のモス様、木田様とですね、先日台湾系の、輸出ということで、相談を受けまして、発送することができました。現地からも好評で200本が完売するというありがたい言葉をいただけました。活用してですね、本当に良かったなって思うことがありまして、今そちらでも思われていると思いますけれども、全く知らない全く違う、こう考えを持った方たちと、グループワークができる、話がこうできるっていうことがきっと最大の利点だと思います。それが自分が輸出をやると決めたときになかなか見つけれなかった部分が、こういったところからすごく知識が大きくなりました。そして、塾の中で基本的な部分をこう細かく分けていただいて、一個ずつこう取り組んでいくことで、私の力にすごくなりました。これは本当にありがたいことだなと思いながら授業を受けさせていただきました。で、その中で模擬商談会っていうものがありました。その中では模擬という名前なんで、すごく軽い気持ちで臨もうということでやっておりました。で、模擬商談会で使う、商談用の、資料ですね、そういったものを作るということも本当にいろいろ基本的なことから教えていただいたんですね。私輸出をしようと思ってまだ3年ぐらいしか経ってないです。そんな中でこんなこう無謀な輸出にこう臨めていけるっていうのは、やっぱりこの GLP さんとかテトロさんのこの力だと思います。で、そこで、ね、実践する、だから商談を作る、商談資料を作るなんてことを教えていただく、そういったことで、私その後もいろんな商談をさせていただきましたけれども、すごくためになって、やっぱりこういったことをやることによって力がついたなと思います。だからぜひ皆さんも本当にここで一生懸命勉強されるとすごくいいものになると思います。で、私がまだ3年ほどしかやってなくて、皆さんはもっと大きな、会社で従業員さんもみんな大きくいられて、やっておられる方に言えるようなことではないと思いますけれども、私3年間でここまで来たっていうことは、もうやっぱり努力もありますけれども、輸出の知っているからの方たちの情報をどれだけ集めれるかということが私は一番大事だと思います。先ほど山根さんも言われてたように、やっぱり情報っていうものをいろいろ取っていかないとわからないです。木田さんの後藤さん見ましたけども、やっぱり現地のことを分かっている方とこう相談したりお話ができるっていうことができなかったら、きっと成り立っていかないものだと思います、輸出というのは。私特に未経験なんで何も分からないから、そういった方に教えをいただいてここまで来ることができました。で、あとやっぱり、私は GFP さんと
か、ジェトロさんのバックアップがあったからできたと思います。まあ、補助金もありますので、ぜひそういった補助金を使いながらやっていくと、いろんな情報が得られて、先に一歩こう出ていくことができるんじゃないかと思います。私みたいな未熟なこの塾生ですけれども、まあ、第一回塾に参加させていただいて、こういう機会をいただけまして、こういったことをしゃべることができる場を持たせていただいて、ありがとうございました。私みたいな、こういった、あんまりよくわからないかもわからないですが、聞いていただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。